ファサードパラッツォ・バルベリーニはイタリア共和国ローマに現存するバロック建築の現在は国立古典絵画館として利用されている日本語ではバルベリーニ宮あるいはバルベリーニ宮殿などとも表記されるもともと、この場所はスフォルザ家の敷地であったがバルベリーニ家が買い取ったもので1633年までにおおむね完成したこの建築は ウルバノス8世の命で建設された。当初建設の任にあったカルロ・マデルノが1629年に死去すると、その後はジャンドレンツ・ォベルニーニとマデルノの親類であったフランチェスコ・ボロミーニが引き継いだ。建設を依頼したのはウルバノス8世の老いの盾をバルベリーニであったとする資料もあり、これによれば依頼したのは1627年であった。当初、 マデルノはパラッツオファルネーゼのように中庭のあるタイプの平面構成をとっていたが、引き継いだベルニーニは H 型平面に仕様変更し現存する形の構成とした。このベルニーニの仕様変更に対するボルロミーニの関わりは明らかになっていない。地球の歩き方によれば、当初のマデルノ案の時点で H 型平面であったとされており、ベルニーニが仕様変更したわけではないとしている。 1634年に、ボロミーにはパラッツォ・バルベリーニの近くにあった、サンカルロ・アレクワトロ・フォンターネ制度を改修の仕事に、かかるため手を引き、装飾と残りの建設作業は、ベルニーニが1638年に完了した。結果として、イタリア・バロックの三大建築家が協力した珍しい、作品という評価を与えられることとなった。長らく、バルベリーニ家の所有であったが、 1949年に至って政府の所有となった。この遺憾は寄付であるとする説明と売買によるとする説明がある。1953年の映画、ローマの休日において、登場人物のン王女が滞在及び脱走する、亡国大使館の門は、パラッツォ・バルベリーニの門が使用された。現在は、絵画館として使用されている。平面図。上が、 北ローマ地下鉄営線、バルベリーニ駅のある、バルベリーニ広場周辺、方角で言えば、南東に位置する。トリトーネの噴水などで知られる広場で、窓から、すぐ下方に見える位置である。パラッツォ・バルベリーニの南西には、クイリナール宮殿がある。高低差のある立地で、背面に設けられた庭園は、建物の2階部分と一致する高さに当たる。この庭園側からの建物入り口には、 地上のまま利用が可能な大階段を下って至るようになっている。正面を西として H 型の平面を見せる3階建ての建築物である。H 型といっても左右対称ではなく南側は若干短くなっている。H 型の凹んだ前提の奥には三角形の玄関がある。玄関入って正面からは楕円形の広間を囲む形で二手に分かれた。 大階段が上階へ続いている。玄関の右手には、螺旋階段が、逆の左手には、直上階段が、これも、上階へ続いている。この玄関と大階段は、ベルニーニの作であることが分かっている。2階には、大広間と主室があり、大広間には、フレスコ画が描かれている。このピエトロ・ダ・コルトーナによる、天井が、神の摂理の勝利については、ピエトロ・ダ・コルトーナ、 バルベリーに宮殿天井画を参照。同じく2階にあるクーポラを持つコルトーナの礼拝堂もコルトーナによるフレスコ画で装飾されている。3階はかつての居室部分でバロック期以降の作品を主に展示している。2013年に開放された。歴史説で述べたように現在は絵画館として使用されており、ラファエロのホルナリーナをはじめ12、 3世紀から18世紀の絵画を中心とした美術品などが展示されている。コレクションは1893年にコルシーニケからの寄贈で始まっていた国立古典絵画館を元にしている。1949年にこのパラッツォに移転すると、共にコルシーニグコロンナグのコレクションにバルベリーニケ、キージ家所有であった絵画などを追加し開館した。なお、 写真撮影は不可である。以下に地球の歩き方にて紹介されている展示物を挙げる。制作年代は客中の資料より、ローマ地下鉄衛線のバルベリーニ駅より徒歩1分。ほか、ありがとうございます。